イニングポスト9 2021。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト9 2021、ライブ配信始めていきたいと思います。今回2011年4月4週ですね、春競馬ということで、この翌週に種付け第1回目が行われます。そちらなどを含めて、お送りしたいと思います。ぜひ、お楽しみください。この今回の配信、いつも通りツイッチで行っております。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。 Please my ツイッチアカウントフォロー and チャットコメント please。 アーカイブは2日後です。22日21時頃に YouTube にアップロード予定です。ぜひ見てください。 YouTubeチャンネル登録、高評価お願いいたします。 This live archive upload my YouTube channel 2 days after my YouTube channel チャンネル subscribed and good button please。 そして旧 Twitter である X ものアカウントもやっております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォローアンドリポストアンドグッドボタンプリーズ。ではやっていきましょう。4月4週は皐月賞です。オルフェーブルが登場しますね。楽しみです。これはクラシック第1弾ですからね。三冠の第一歩となります。なんとか勝たせたい。あ、っていうか勝ってんのか。皐月賞はもう勝ってるんだ。来週ですね、春天が。まあ、ひとまず今週は G1、 国内 G1 なしということで。あ、でもあんまり出ないんだ。フローラステークスです。山のフィッツ、肩のマイガール、肩の山ガールを3頭、これオークストライアルですね。山のフィッツが一番人気ですが、本誌本命は肩のマイガールとなっております。あとオペラサーチあたりか。肩の山ガールはどうするかな。悩むなぁ。先行してもそんな変わらんし。ダイジェストいきましょう。今日東京 G2 サンケイスポーツショーフローラステークス芝 2000m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、肩の舞ガール先頭。しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。外から接近、肩の山ガール、肩の舞ガール先頭。舞ガールと山ガール紛らわしい先頭は変わってと思ったフィッツが先頭へ。あ、でも山ガールがかわした。肩の山ガール、肩の山ガール。1着2着はアマノフィッツ、3着にウィルデアフェイ。肩の山ガール、見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。クイットの、あの、サイド伸び返しましたね。勝負根性がやっぱり意味あんのかな。7番人気で勝ったんだ、山ガールが。戦法変えんでよかった。そしてマイラーズカップです。クラブバー凱旋キアイダー1番人気となります。キアイダー本誌でも本命ですね。キアイダーこんだけ、
キライダー最後の年ですが、こんだけまあ人気あるんだ。2番人気アドマイヤロイヤル、3番人気ジョーカプチーノとなっております。ダイジェストいきましょう。京都 G2 読売マイラーズカップ芝 1600m マイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。レッツゴー霧島先頭、内からぐんぐんとアドマイヤコスモス先頭、あと 200m アドマイヤコスモス伸びてきた、後方から一気に凱旋キライダー、2番手は半袖バンドアドマイヤコスモスゴールイン、2着にはどうやら凱旋キライダー、3着に半袖バンド、勝ったのはアドマイヤコスモス。東小藤尾ステークス天の宮1番人気、本紙本命は45呼ばれてます。クラブ馬です。45は祇園リージアタイも人気ですね。凱旋別にも出ております。ダイジェスト、福島オープン特別、東小藤オープンダート 1700m 行きましょう。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所、天の宮先頭、一気に馬身から3馬身引き離す、先頭に踊り出た。2番手はフォーティファイド、とてつもない強さ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はフォーティファイド、3着にリオンリージ、これは物が違う。天の宮こういうして勝ちの味を覚えさせることは大事ですね。ヘビロテが出ましたね。 AKB の曲ですね。ヘビーローテーションだったらダメか。 A バグってなんだ、何のバグつけてるんだ。オートバグかこれ。さあ距離的性は短距離、成長型早めらしいです。この辺はしっくり飛ばしていきましょうか。海外、さあ天のニコニコが登場ですか。ニコニ、あ、でもニコニコもう G1 発祥してるんだ。距離上限は3300、なんとか持ってくれるかなっていうとこですよね。まあ、ニコニコは正直菊花賞を取った、三冠馬なんだこの馬、三冠は取ったもののその後パッとしないかなと思ったんですが、タンクレット以降は中長距離の本当に主力に躍り出てますね。一応番制とはなってますが、成長度関係なく強い馬です。伝統の春の盾ワールドチャンピオン、もう三冠どこかワールドチャンピオン言われて、しかも一強ですね。さあ5歳の春を迎えまして天皇賞出走です。天のニコニコ、あ、遠心光だ。遠心光持ってないんだ、そういや買わなかったんだよな。え、マジ？めちゃくちゃラッキーやん。こういうイベントもあるんですよね。遠心光これ初めてじゃないの？
ちょっとびっくりしましたね。もちろん嬉しい限りはありますが、少しお待ちください。はい、お待たせいたしました。では再開しましょう。まず種付けの前にローテの方を優先いたします。唯一の発栽培は天の冬ソナですね。冬ソナって何勝だ？13勝してるんだ。ただ2着ばっかりだよな。冬ソナは柏記念か、今週出走ですね。浜のブログがブログなあ、10勝上げてるんか。ブログなんでこんなにダメだったんだ、ダメになったんだ。この年はすごい活躍しててコーフィールドとか取ってんのに。メーカー大阪杯そういうものに当てられてる感じはありますよね。あとやっぱり武豊がどこまでだっけ、コーフィールドまでで、ここでもう達成しちゃってるんだけど、あでもあんまり武豊使ってないもんね。想定内は G1 取れてないんだよな。ゼニアッタをそろそろ引退示唆されてないんだな。ただまあ今年いっぱいかな。14勝しかしてないんだ。意外と勝ててないですね。チャンピオンズカップ取って以来は。まあ相手もな、ドバイワールドカップとか BC クラシックとか、強い相手ばっかり戦ってるからな。あ、柏記念に出るんだ。ハウルは休んで5月5週に出ます。この辺はもうね、金札取ってますからね、楽に。ちょっと待って、ゲド戦記ってなんでダート出るんだ。これは選択を間違えた。がいいのか、カレンちゃんがいるから。あー失敗ったか。賞金が高いレースだったらいいんだけどな。しまった、これダートレースだ。しゃあない、イスパン賞に行きましょう。待ちま誰、
ああでも田島さんついてるんだな。ちなみに海外経験のあるジョッキーは 2人ですね。内パクも海外経験のジョッキーに加わりました。でスマートファルコン、テオショー、ブルースリーがこれで無事8勝達成しました。次は高塚記念を狙っていくようです。ちょっと疲れやすいんで休ませましたね。エネループはな、ジワン取れてないんだよな。先玉杯覚醒だからまだまだ戦えるとはいえ、フェイトも同様ですね。ちょっと辛いな。フェイトは引退させてもいいかもしれない。キャンキャンも2勝しか上げられてないし、それも地方交流重賞だからな。で今回問題のニコニコですね。出来はまあいい状態で挑めるんじゃないでしょうか。ヒーローが、あー宝塚は長いぞ、ダートいけるんですね。このヒーロー、ヒーローは1勝しか上げてないや。じゃあこれを代わりに出してやるといいってこと。どうなんだろうな。ゴールデンシャヒーン2着ってビッグドラマ、三塁レーは G3 か。だから他今のとこ強い馬がいないっていう感じですけどね。内パク起用してもらおう、内パク走らせてもらおうか。で、ブエナビスタもタタソウルズゴールドハンデ、スネミクは普通にリーチなんですよね。達成してほしい。花盛り、花盛りもう一生取ってないんだ。ここでビクトリアマイル出走です。勝負レース、これ竹豊かなっていうけど被らない、被ってないみたいだな。ラキスタ、吉富先生、6月4週ってヘイムリー、5月5週かぶってんのか。うわ、これ海外でかぶるんだ。ハウルの方を普通ジョッキーするか。クナが乗せましょう。で、オーケーブルスイヤ、竹豊だけど、実績上は誰がメインジョッキー、竹豊なんだ。まあでも無理ですからね。望月ジョッキーに、あとブルーレイが6月2週だから、6月2週でそのジェンティルロンナを譲る、まあ、竹豊なんだけど、一応あれが竹豊じゃなくていい。この宇治川俊丸って誰だ。まあ、多分またがっていけば勝てると思うので、有望かも。浜中君に任せましょう。そしてヘビロテもタイプを決めないといけないな。自走方針は両対応、出
戦は主戦松平って誰？期待できるジョッキーなんかな松平って。若くて期待できるんだったらいいけどな。よくわからん。松岡くんへ。で、主戦淀川騎手でいきます。どうかね、45歳か。あ、藤岡くん、いるやん。さあ続きです。どこまで行ったっけ。フェイト行った、キャンキャン行った、ニコニコ行った。ただ塗料対応なんだけど、宝塚はないよねっていう話だ。まあ、ひとまず削除しとこう。まあここら辺出て、放牧するか。ポリタン内田、あ、そうか、竹豊、あ、乗ってくれるやん。まあ乗ってくれるんだったら竹豊で。あ、でもどうだっけ、竹豊かぶることはないんで大丈夫か。いや、ロッキンジ、これ竹豊かだよ。花盛りが、花盛りまだだよな。そろそろ結果を出してほしいっていうか、花盛り大丈夫なのか。まあでも行くしかないんだよな。ん？あ、まあ距離的にはそうか。ビクトリアマイルオーバーするよね、キャリアが。そばにいるね、せっかく G1 勝ったんだから海外のレース出した方がいいな。そばにいるね、多分まだ寿命大丈夫。1006の2200か。これは iPhone がいいのか。あ、厳しいな。ローテがみんな埋まっちゃってる。ここ行こう、ビホルダーマイル。アラフォーがダメじゃないけどな。で、ルーラーシップはあと一緒です。ダブル R タウクラシックでいきます。送り人は短距離戦線ですね。ダイヤモンドジュビリーを狙います。フルーレは5勝マンハッタン中距離戦。勝負根性がないな、そばに。iPhone はまだ4勝です。
こからすごい勢いがかかってきたっていう感じか。引き続き勝ってもらいましょう。トゥルースもビクトリアマイル出んのか。お、無理だろうお前は。ちょっと G3 でも勝てないのになんでビクトリアマイル出る価値がある。芝のみやな。あ、見頃記念出せるやん。でもフェイトが登録してるんだよな。じゃあやっぱりナルオとかか。これかな。マーメイド行きましょう。で、トゥルースは、トゥルースまだだな、遅めだから、投資上げて調子上げるしかないのか。で、カレンちゃん、カレンちゃんはまだ1は勝ってない。初勝利に、初勝利目指してっていう感じですね。オルフェーブラダービー向けて放牧しました。フランケルは海外路線を行きます。ツイッターは NHK マイルカップマイル路線、マイル中距離路線かな、2000ぐらいまでので、ダート路線は肩のインサイドということで、ケンタッキーダービーへもう挑んでやります。蓮舫が、蓮舫もマイル路線か。ちょっと疲れが心配ですね。山ガールがフローラ勝ったんでオークス本番に挑みます。ケアモン安田記念、ん、これはどうなんだろう。いや無理でしょう。ちなみに梅花賞勝ってるからオークス出してもいいかもしれない。 NHK マイルがいいのかいいのかわからんな。得意距離が全然わからん。柔軟性がわからんから何とも言えん。でも一生に一度だオークス出してみましょう。ちょっと安田記念は違うよな。あ、結構出るんだオークスには。フィッツはナルオ記念か。3歳だからナルオ記念出さなくていいんじゃない。京都大賞って持つ？持たないな。距離適性が、対応できる距離適性が低いよな。いつだったら白百合とかでまだいけるかも。まあ受賞取ってるしな。でマイガールを、マイガールは無理だろう。2勝クラスなんでね、それに合ったレースに出すべき。どっち？関西、関東、どっち？関東、関西だから関西の2勝クラス。オープンか。これはダートだからな、これ距離長いかもな。これに出していきましょう。ちょっとローテ厳しいな。まあ健康 D でこれはちょっと大丈夫かなって気もしないでもない。ということでここまでがローテ決めです。
金付けを行っていきましょう。どうしようかな。今回は若い者順からつけていこうと思います。そして絞り込み設定をやろう。評価難しいな。まずまあこの辺を縛れば大丈夫だろう。バミヤンがトップですね。シーザースターズはまあいいや。ソングオブウィンドウが 2.5 か 3? まあバミヤンにしましょう。お笑い背後天の椿ん、これ5なんか後ろに書いてある。ああそうだ、 iPod ってそうだった。ソングオブウィンドウ1、バンブーが 1.5 だからちょっと上回ってんな。ロックハード10が2、リスクは2ですね。凱旋ヘッドが1、このルールオブローっていうのもいいみたいな。まあ実際に iPod でいきましょう。でダスカはハービンジャー強制です。山の小泉はバブメオリーがトップ。バブメオリーってそんないいのか。種付け量100万だけどな。シンザスターズが 1.5 やけどパコボーイでいきましょう、ね、セカチュウバンブーメモリーですね。トップは 1.5、 ジェマーダルがいい。だがバンブーメモリーでいきましょう。マノンジュピター、バーミリアンがトップ。アドマイアムーン、でもバンブーメモリーがリスクがないんだよな。ラストクロップなんかな、これもしかして。サーナラ配合で5ついてるから評価が上がってるんだ。まあバンブーメモリーつけるか。ちょっと待って、その前にあんまちょっと嫌だな、リスク度が。ロブロイか、トップは。スペンは1か。これならジョアジールでも良さそう。シーザースターズ。こう競ってるな、この辺は。シーザースターズか。なんて言ってた、トップは。ロブロイ行きましょう。トップアグネスデータですか。マインシャフトの方が良いな。あ、スーパーセイバーが。まあアグネスデジタルで、あ、じゃない、マインシャフトでいきましょう。
で世界に花はソングオブウィンドトップは俺もなんか弱い気はするな。これかな。ただリスク3だからな。まあこれでいくか。たまちゃんがトップ。奇跡の血量パンプーか、まあ、似たような傾向ですね。タマちゃんでいいんじゃないかな。タマちゃんつけます。ベルナルディーニ奇跡を血量的や、ああでも健康面が気になりますってなってるんだ。マインシャフトの方がいいが、うん、ベルナルディーつけましょう。なっちゃんはバンブーメモリーがダントツトップ。これは無視できない差だからバンブーメモリーで行くしかないですね。選択の余地なし。でも過去なっちゃんってバンブーメモリーたくさん何回もつけたよな。これ誰？トゥータビクトリーは金亀が金亀強制です。そして桃天然。もうバンブーメモリーなんだ。どんだけバンブーメモリーいいんだよ。ザ・スターズはいいんだけど、まあシーザースターズかな。シーキングザパールトップはバーミリアンに、ソングオブウィンドの方が良いね。奇跡の血量でもリスクがある、結構あるんだよな。2.5 ソングオブウィンド。ソングオブウィンドつけたことなかったんだ。いや、ローマンがトップ。ああバンブーよりいいけど、これだったらローマンで良さそう。A は？ A はバーミリアンがトップなんで、ローマンをつけましょう。ビアハイジ。トップはやっぱりバンブーメモリー。これがスーカーマンボだと、うん、まあバンブーメモリーでいきましょう。3周年ですからね、バンブーメモリー。ダンパです。外線ヘッドの方がいいけどな。リスクがないんだよな、バンブーメモリーには。お、なんでラオが2か。0.5 だから。ユニバも2です。なんでだろう、つけたろう。テオヒロか、トップは。ただ、テオヒロが1。
ディープも1ですが、サクラオリオンはリスクが2、ピュンフィロが、あ、ピュンフィロつけたことないからな、サクラオリオンも。エルコンドルパサーなんだ、これ、サクラオリオン。カリーレオ、ノーザンダンサー、うん。サクラオリオンにするわ。さあ次です、クラブです。同じく若いもん順からいきます。これはまあ、しゃあないですね。ラブゾンリーミーは金カメ、あ、金カメすごいな。スペキープ、ブライアン、この辺は大接戦だな。やっぱり金カメでいきましょう。マイネレーゼル、iPad も2なんだ。ザールが 2.5、 ザールでもいいけどな。まあオスオクスにブレームで、ヒストリックスターがシルバーチャーム、スペつけたろう。これはディープインパクト、オカトップはグラスワンダー、スタミナのおまけ付き2か。しかもグラスワンダー距離の幅が広いっていうおまけ付きもあるからな。あ、グラスでいいかな、うん、グラスでいきましょう。スタイル、ブライアンズタイム、トップは、あ、そうですか。ロブロイがちょっと、まあ、ブライアンズタイムでいきましょう。テーブプリキュア、トップはウォーウエンブレム、点か2か、強いな。トルネードいきましょう、チェンチコバ、プリウスが24だけど、これだったらシーザースターズかな。で、天の手で打てる。団体トップはソング・オブ・ウィンド。ジャダーマン。これはソング・オブ・ウィンドでいいと思います。
イコットとゼゼイシアタイはいいけどな。シーザースターズかな。でラブマシーン、トップはオデッセイです。1でもゼゼイシーの方が良さそう。 1.5。 あーシーザースターズが2。これスタミナだな。スタミナはプラスでもマイナスでもある。距離適性を長い方に変えるんだけど、あんまり長くな長いのもな。オデッセイでいきます。またバブーメモリーか。でもスクリーンヒーローの方が良さそう。ピアプライゾンは悪くはないけどな。流行か。スクリーンヒーロー行ってみましょう。そして天のロンバケです。アルデバランが2か。アルデバラン行く？でも天野一郎もそんな変わらないし、アイマックもいる。差がそんなにないな。一郎で行ってみるか。まあ、アイマックで行きましょう。そして競泳マーチ。天使が2か。でもバンブーメモリーにはかなわないっていうところだな。バンブーメモリーだな。マスタークラフツマン。金引きにだ。マスタークラフツマンでいきます。ホワイトウォーターヘア。トップはゼゼニシです。その次がもう SA になっちゃうんですよね。何もつかないのが痛いな。まあでも初挙法でゼゼニシかな。え、タグラ。きついな。まあヨハネスブルグつけるか。おスキャンは 1.5 だから、サイチペガサスが良さそうな感じ。ヨハネスブルグは結構攻めは競りますね。マインシャフトもいいし。この辺であればどこでも良さそう。これ行きましょう。ディスクリート、前トップは鈴鹿マンボ。でもシーザースターズの方が良さそうですね。あでもバーミリアンと、なんでだろう。
次ザスターズが24だろう。ザスターズにしよう。でちょうど牧場で評価額高いやつ、評価額高くて悩むな。世界に花使ってみるか。ちなみにシュボバの中でアンプメオリーがすごい評価を受けてたけど、なんでだ。アンプメオリー順位すごい低いが、要素もそうなんですね。見つけがそうなんだ。爆心爆心、ああ結構順位高かったんだな。ライスはどうも厳しかったみたい。逆に醤油飯食品場で3年連続で失望短期つけてたんだ。今年はバンブーメモリーで2年連続ですね。私もなんでだわ、3年連続だったんだ。何これ毎年ソングオブウィンドウつけてるやん。シンザスターズは2年連続だし、金亀はトゥーザグローリー以来ですかね。あーでも3年連続なんか。あ今年は AP インディはやめた。
フェルキャプチャーが稼ぎまくってるんだよな。ソフェルキャプチャー G1 取ったんですよね。すごいな、当選冗談の実績。ここの所有繁殖牝馬は全然しずっとですね、iMac アラフォーが iMac か、ロンバ系で1歳がいますね。オデッセイがラブマシーン以来、トレミアス2年連続、テルテルモア3年連続、シーザリはシーザースターズ初、プリキュアはチェンチコマは2年連続か。オッカもグラスワンダーで変わらずだもんな。久しぶりの、あ、まあミッキーアイルだったからな。え、今年はスペですね。2連続ディープっていう感じですよね。じゃあ行ってみますか、これで。ニコニコが首位と。やっぱり当選冗談怖いですよね。G1 29勝、金車さん奇跡でも全然つけなかったけどな。じゃあ行きましょう、ネクスト。柏記念です。ゼニアッタです。1番人気山の冬ソナ、2番人気となっております。他、ガイスクラブは凱旋ゲリラ雨が出たり、マコトスバルピエロあたりも有力馬ですね。先方どうするかな。冬ソナこのままで行こう、レース行きましょう。船橋競馬場 JPN1 柏記念ダート 1600m です。こちら船橋競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さて何が行くのでしょうか。凱旋ゲリラ雨前に行きそうです。ウィズウォルタック、それに続いています。さらにはウォータクティクス、古豪、東方ドルチェ、その後ろ先手を取ったのは東方ドルチェ。この辺りで各馬第一コーナーに向かっていきます。少し離れて天の冬ソナ続いています。内からはマコトスパルビエロ、その外からノーターンズ、オレンジの帽子アラブペンション、その後ろナージャマジソン、この馬もこのグループサンタフェミナガワ、それに続いています。最後方追走はゼニアッタ、果たしてどのあたりから仕掛けるでしょうか。各馬砂煙を上げてかけていきます。前の方からもう一度5番東方ドルチェ、依然として先頭並んで漆黒の馬体凱旋ゲリラーメン、先頭は依然として東方ドルチェ、凱旋ゲリラーメン、ほとんど差がありません。ゼニアッタまだ動きません。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は天の冬ソナ、フェイソナいいですね。ここからが腕の見せ場、中からもう来てるぞ。内からゼニアッタ先頭、2番手は天の冬ソナ、ゼニアッタ差を広げる、ゼニアッタ強かった、ゼニアッタ完勝。2着は天の冬ソナ、3着にマコトスパルビエロ、やはり中央の馬が強かった、勝ったのはゼニアッタ。勝負弱い。
ンゴステークスです、クラブ馬凱旋ボア飛ばします。スイートピーステークス凱旋歴上一番人気クラブ馬ですね。ダイジェスト、東京3歳牝馬限定スイートピーステークス芝 1800m オークストライアルじゃないかな。4コーナーをカーブしてさあこれからです。ユーピットグラム先頭、外から勢いよく凱旋歴上先頭ユーピットグラム2番手、手応えはどうか。残り 200m 後続を完全に引き離した凱旋歴上先頭です。このまま押し切るか。2番手はフロードラマ完璧です。圧倒的な強さドラマ3着にユーピットグラム、これは桁外れの強さだ。凱旋歴上少しお待ちください。あれ今日20日ですよね。あれ天皇賞春天野ニコニコ登場一番人気、クラブ馬がなんと5頭も出走しちゃってます。その中でも、当選上段が2番人気で一番の人気ですね。凱旋キアンダーや凱旋ヒルシオも人気ですが、天野ニコニコがグリグリとなっております。当選上段が続くということですね。 AC フラッシュもいますね。 AC フラッシュも、まあ、短距離強いんで長距離強いんで侮れませんよ。さあレース行きましょう。春の長距離レース天皇賞春京都競馬場芝 3200m G1 です。現役最強の座を求めて京都競馬場に東西の有力馬が集結。その栄冠をつかむのは歴戦の実力馬か、それとも新勢力か。古馬の最高峰レース天皇賞春の発走です。さあ最後は大外枠の天馬バトル、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのは天馬バトル、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出して天馬バトル鼻に立ちます。その後ろからは当選上段この馬も上がっていく構えです。では前の方から先手を取ったのは北斗スルタン、その外に天馬バトル、その後ろからは当選上段。1周目の第3コーナーに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。これに続いてローズキングダム、その隣に凱旋ヘルシオ、その横にエイシンフラッシュ、好位置をキープしています。天野ニコニコ、オレンジの帽子凱旋キーライダー、その後ろ並んで17番ナムラクレセント、並んで古豪マイネルキッズ、すぐ隣にヒルノダムール、内からはトゥーザグローリー、
その外から凱旋リベンジ 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。その外にセイクリッドバレー並んで11番ネバブションサンライズマックス、そのうちに続いていますペルーサ、それに続きます最後方にモンテクリスエース、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭から6番北斗スルタン、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。天馬バトル、それに続いています。これに続くのがローズキングダム、そして大きく離れて当選ジョーダン、この位置です。凱旋ヘルシオ、それに続いています、うん、1番人気の天野ニコニコ、現在先段です。そうですね、比較的好位ですね。この馬もこのグループ京都競馬場より前にいます。坂を上りそして下っていきます。先頭は依然として北斗スルタン、北斗スルタン、さらにリードを広げます。2番手は天馬バトルローズキングダム、3番手天野ニコニコ、この位置から届くのか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は北斗スルタン、間が空いてここは焦りません。ニコニコその後ろ離れて当選ジョーダン、天野ニコニコ後位を追走。さあここで内から上がっていった天野ニコニコ、先頭を伺う。ローズキングダム先頭だ。天野ニコニコ先頭、引き離しにかかる当選ジョーダン、必死に追います。この差は果たして縮まらない。残り 100m、 これは強い。2番手はエイシンフラッシュ、ぶっちぎりました。独走天野ニコニコ、ぶっちぎりです。2着は凱旋リベンジ、宿命のライバル対決。この一戦を制したのは天野ニコニコ。ウィニングランです。しかもレコードですね、3分17秒0。ちょっとこれ面白いんでオンライン対戦やってみましょう。ちょっと待ってくださいね。一番人気ですね、エーデルガイザーっていうのがいますね。メジロポチッとなそぼろメッセージ。やばいな、名前が結構。ルーズでもルーズ旅ってなんか分からんだろうな。現役最強の座を求めて京都競馬場に東西の有力馬が集結。その栄冠をつかむのは歴戦の実力馬か、それとも新勢力か。古馬の最高峰レース、天皇賞春の発走です。さあ最後は大外枠のプレミアセントルー、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのはジンアニマ、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してジンアニマ花に立ちます。その後ろからはライスビゴーン、この馬も上がっていく構えです。さらにはステイヤーオブロー、14番天野ニコニコ、その後ろ先手を取ったのはジンアニマ。1周目の第3コーナーに差し掛かりました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。そして大きく離れてメジロポチッとな、この位置です。エーデルカイザーすぐ後ろ並んで16番ソボロメッセージ、その横にプレミアセントルー、内からはグランメアーパール、その外にエバグリクルード、ラッコモーニング、そのうちに続いています。その外から BMW、 内からはキングローレル、その外にゴールドタック、青の帽子ジェンズアスカーズ、その後ろ 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。風面、この馬もこのグループ、その後ろからはユカノスウェイ、最後方にケムバースデー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。15番ジンランマ、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、少し開いてライスビゴーン、
この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。これに続くのがメジロポチットナ、大きく離れましたステイヤーブロー、グランメアーパール、それに続いています。一番人気のアマノニコニコ、現在先端に取り付いています。その隣にジェンズアスパーズ、その外にソボロメッセージ、並んで11番エバグリクルード、すぐ隣にプレミアセントルー。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー、坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。さあ先頭は依然として15番ジンガンマ、2番手はライスビゴーン、メジロポチットナ、3番手アマノニコニコ。この位置から届くのか、後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はジンガンマ、あんまりようやく仕掛けてきたアマノニコニコ。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ジンガンマ先頭、外から勢いよくメジロポチットナ、ここで先頭に立ったメジロポチットナ、中を割ってきた。あーポチットナが強いや。メジロポチットナ先頭、アマノニコニコかわす。あいやかわした。勝った。先頭はアマノニコニコ、1着でゴール、2着にはどうやらエーデルカイザー、3着にメジロポチットナ、アマノニコニコ、見事このレースを制しました。ポイント獲得。3400円、オーナーもランクイン。気力がみなぎっている。笑う、口をもぐもぐさせる。なんだこれ。さあ海外が3レース、通過 NHK マイル2頭出走です。ゼニアッタが見事に柏記念も制しました。このまま帝王賞に向かいます。どうするかな、もうちょっと待とう。フューストナーはヘアステークスか、惜しかったですね。なんかこれだったら勝てそうな気がするんだけど、もはやもう一勝もしてないか。なんだ、大丈夫か。ほんと平安でいいの。キャンキャンがいるからな。ちょっと方針変えてもいいかも。疲れも溜まってるし。中にいるねが出てんのか。じゃあまあいいや。で、ニコニコが急所。次は長距離戦でグッドウッドまで出ないって言ってるけど、さすがにそういうわけにはいかない。もうちょっと賞金が欲しい。コロネーションかあたりかな。ワークホースとぶつかります。タケルタが乗ってくれないんだ。
からといって吉富ってわけにはいかないしね。じゃあ C 騎士に任せましょう。マイガールがオークス、グーどうしよう。本当にジュライでいいのか。4歳か。実は取ってるんですよね。まあ再度 G3 挑戦。これこの馬こそあの平安ステークスじゃないの。平安ステークスがぴったりではあるんですよね。平安ステークスに殴り込み行きましょう。どのぐらいかな。低い。ちょうどかなるわか。ではネクスト。ルーラーシップダブルRターフクラシックステークス出走か。さあ、ダブルアールターフクラシックステークスルーラーシップ出走、1番人気140100から110を超えてない以上はここはしっかり勝ってもらいましょう。レースいきましょう、チャーチルダウンズ競馬場 G1 ダブルアールターフクラシックステークス芝 1800m です。こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。フォートシックスプリムローズ、これはいいスタートを切りました。マイアンクシャス、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してフォートシックスプリムローズ鼻に立ちます。その後ろからはマイアンクシャス、この馬も上がっていく構えです。さらにはウェディングマニスティック11番カーネルコンカーズ、その後ろ先手を取ったのはフォートシックスプリムローズ、これに続いてネイベルキッド、これに続くのがラインナップザ・ウェイトラックス。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。チャンシー・バミアレス、それに続いています。内からはシティ・トゥ・シティ、その隣にスイーター・スキル、すぐ隣にウルフ・ダブルス、ルーラーシップ、この位置です。その後ろからはハーベスト・バブルス、すぐ後ろにパン・パピルス、しんがりからアルバニー・シモン、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度古豪コートシックスプリムローズ、依然として先頭。さあ先頭はまだ1番コートシックスプリムローズ、2番手はウェディングマニスティックラインナップザウェイトラックス、3番手ダービーバルーラーシップ、差を詰めてきました。
一気に先頭を捉えるか、日米王者意地のぶつかり合いだ。最後の追い比べ、先頭はルーラーシップ、残り 200m を通過して、これは完全にちぎれた。2番手はシティトゥシティ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はシティトゥシティ、3着にアルバニーシモン、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ルーラーシップ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。G1 8連勝そして型のインサイト、ケンタッキーダービーですが、11番人気と人気がない、109なんで、まあメンバーそんなにすごくないんだけど、やっぱり厳しいですね。ダイジェスト、チャーチルダウンズ競馬場 G1 ケンタッキーダービー、3歳限定ダート 2000m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。アンクルモー先頭、後続とは3馬身以上、これは決まりか。残り 200m、 アニマルキングダム追い上げてきた。全然ダメだ。アニマルキングダム抜けた。アニマルキングダム先頭だ。先頭はアニマルキングダム、1着でゴール。2着にはどうやらアンクルモー、3着にギャラリアバース、勝ったのはアニマルキングダム、見事な勝利です。ほぼ後方だった。さあ、イギリス2000ギニー、フランケル登場です。さあ、イギリス2000ギニーにフランケル出走です。一番人気ですね。こちらは118フランケル、ショートンバとドリームアヘッドあたりが怖い。さあ、ショートンバいまいちパッとしない出来が、あとXAレブレーションぐらいだったかな。ではレースいきましょう。ニューマーケット競馬場 G1 3歳限定 G1 イギリス2000ギニー、芝 1600m マイル戦直線競馬です。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。オピニオンシンボル、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してオピニオンシンボル鼻に立ちます。その後ろからはフランケル、この馬も上がっていく構えです。それでは先頭からバラエティクラブ先手を取りました。内からはオピニオンシンボル、これに続くのがセプテンバーガスタン、好位置をキープしています。フランケル、その外にサードラカレンダー、カウンテスサーテン、それに続いています。その外からバンコール、キャンペーンスペイン、そのうちに続いています。その外にドリームアヘッド、内からはツイストカレッザ、その外にフェーリングペティション、内からはエクセレブレーション。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。その外にジョートンバ、内からはヒドゥンテンプル。さあ、先頭は依然として7番バラエティクラブ、バラエティクラブ後続を引き離す。2番手はフランケル、絶好の手応えです。先頭に踊り出ましたね。ドリームアヘッド、3番手、日本と世界意地のぶつかり合いだ。ここで先頭に立ったフランケル、残り 200m 後続を引き離しにかかります、これはセーフティーリード。2番手はエクセレブレーション、フランケル、この馬で決まりか。ぶっちぎりました。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はエクセレブレーション、3着にジョートンバ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。フランケル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。あ、ガツン来た。
谷川岳ステークスです。人気はリルダバルで、筑波駅あたりが人気ってことか。ダイジェスト、新潟オープン特別谷川岳ステークス芝 1600m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。栄新 G ライン先頭、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭に立ったリルダバル、残り 200m を通過して、リルダバル余力は十分、さらに引き離していく。2番手はポンプトンソネット、リルダバル、この馬で決まりか。リルダバルゴールイン、2着はポンプトンソネット、3着に栄新 G ライン、1番人気に応えましたリルダバル、見事です。さあブリリアントステークスです。凱旋ジュピター、クラブは1番人気、クラブは他2頭、凱旋トキカケモは3番人気、ライバルならトランスワープか。ダイジェストいきましょう。東京、オープン特別ブリリアントステークスダート 2100m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。大鳥ファンテン先頭、リードは1馬身から2馬身、5戦アドミラル懸命に追いすがります。ここで先頭は凱旋ジュピター、あと 200m、 先頭は凱旋ジュピター、エイシンピュネット頑張れるか。凱旋ジュピター、差を広げる凱旋ジュピター、1着2着は凱旋ときかけ、3着にエイシンピュネット、1番人気に応えました凱旋ジュピター、見事です。そして、片野マイガールです。1番人気、これは本誌も含めて本命、テーモオタカがライバルになります。テーモオタカを大逃げ馬か。ダイジェストいきましょう。京都3歳オープン特別立花ステークス芝 1400m 短距離戦です。さあ直線に入りました。これからの勝負、シュプリームギフト先頭、内からぐんぐんと片野マイガール先頭、残り 200m を通過して片野マイガール、このまま振り切れるか。2番手はスノードラゴン、片野マイガールゴール、2着はスノードラゴン、3着にナイステラス、片野マイガール見事1番人気に応えました。スピードはあるんだ。さあ NHK マイルカップとなります。NHK マイルカップ片野ツイッター2番人気、天野蓮舫3番人気ですが、1番人気はロードカラノアですね、クラブーバー。さあ、片方はちょっと戦法を変えたいですね。どっちしよう、内枠の方で行くか。ではレースで行ってみましょう。3歳、マイルマイラーたちの晴れ舞台 NHK マイルカップ東京競馬場 G1 芝 1600m です。
東京競馬場は3歳マイル王をかけた戦い。この長い直線で若駒たちがスピードの限界に挑戦します。さあ G1NHK マイルカップのスタートです。さあ最後は大外枠のメジロレーブ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。天馬モナーキー、これは好スタート。オリーブ将軍、この馬も好スタートを切りました。2番天馬モナーキー行きました。これに続いてメジロレーブ、天馬モナーキー先手を取りました。その外からオリーブ将軍、オレンジの帽子、ドナウブルー、その後ろ好位置をキープしています。ロードカナロア、タタノツイッター、すぐ後ろリアルインパクト上がっていきました。大きく離れました。当選タバスコ、その隣にオリーブコジーン、アグネススティング、この馬もこのグループグランプリボス。それに続きます。内からは次のエンデバー。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。ロードカナロア早くも先頭、オリーブ将軍ほとんど差がありません。メジロレーブ3番手。さあロードカナロア、このまま逃げ切れるでしょうか。ロードカナロア先頭、リードは3馬身以上、その差が広がります。いやーちょっと前に必死に追います。差が詰まらないですね。ロードカナロア先頭、あと 200m。 ロードカナロア後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。2番手はカタロツイッター、ロードカナロア今ゴール。段違いの強さです。近うとこ走ってる感じやな。ロードカナロア素晴らしいパフォーマンス、格の違いを見せつけました。まあ一応生産馬だからよしとせにあかんかな。さあ新潟大賞典天の想定内が一番人気、クラブバー凱旋大振りも出てます。東方アランか、本州本命は2番人気をサンテミリオンではないってことですね。ダイジェストいきましょう。新潟 G3 新潟大賞典芝 2000m です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。天の想定いない、先頭残りあと 400m、 長い直線ここからどうか。天の想定いない、先頭あと 200m、 先頭は依然として天の想定いない。2番手は東方アラン、天の想定いない、差を広げる天の想定いない、強い強い天の想定いない、圧勝ゴールイン。2着はネオバンドーム、天の想定いない見事1番人気に応えました。タフネス、さあビクトリアマイルは3頭出しですね。この週までにしたいと思います。ビクターマイル勝利の女神となれ、ブロンズコレクター。ブロンズコレクターめちゃくちゃ失礼。お日格崩し本格化、大激戦です。ん、あ千六さんじゃないですか。お良かったですね。そうだ出資したんだ。まあマイル馬だからな。銀だ。こういう嬉しいこともあるってことか。では、まずルーラーシップ。まあいいでしょう。そしてインサイトはまあこれ海外無理ってことは分かったんで、国内に戻って再度戦わせますって言っても難しいな。
え、これスピードいいやんけ、なんで全日本に最優秀優勝したんだ。スピード、それは G1 でも無理ですよ、海外 G2 でも無理ですよね。どうしよう、これたくさんレース出させるっていうのも手かもしれないな。まあジャパンダートダービーは出すってことで、ジュライカップとか行ってられないよ。と疲れはそんなにないから、逆に言ったらこれ出させて一周放牧してジャパンダートダービーを目指しましょう。あ、よくないな。じゃあ絆コマンドまで使うか。フランケル、安田記念はちょっとどうかな、マイラーとはいえ。5月アイルランド2000ギニーとかあるな、まあ、出せましょう。方のツイッターが、いや安田じゃないと思う。すごいこの2200か。プソムはコアコマ混合なんだよな。まあ、これでいいでしょう。あ、のどなりだ。これ大変。あ、使えない。蓮舫はこれはちょっと休ませて、様子を見ます。あと1003の2100か。マイガールはオークスか。オークスじゃないと思うが、3周放牧、想定内1着取りましたね。ただ次はやっぱり G2 なんで、まだ G1 は早い。エプソムカップっていうレースに出れるな。
ああ69キロを背負わされんのか。だからといって海外ってわけにはいかないしな。じゃあこれ、いやいやこれじゃない、これは、あ、蓮舫これに出るんだ。出ないかもしれない、やっぱり69キロ別点戦だと世話されるんだろうな。がのどなりか。さすがにこれを放置しとくわけにはいかないんで、ツイッターを、あれ、医師の人は、コードは上げるやつがないんだ。使い切って、しまってる。キャビアか。稲葉は首位互角となっております。さすがにオルフェーブルですよね。さあ、マンノウォー、ステークス、マノイナバウは1番人気、ジオポンティと戦うことになります。ジオポンティ強いですよ、131ある。でもジオポンティ勝てれば本物でしょうね。レース行きましょう。ベルモントパーク競馬場 G1 マンノウォーステークス、芝 2200m です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ先行争い、アマノイーナ・バウアー前に行きそうです。アフター・ザ・ジョン・ティーラ、それに続いています。さらにはドライクラナック、13番リトル・マイク、その後ろリトル・マイク先手を取りました。すぐ後ろにロール・サミテ、ネクスト・ドラマ、そのうちに続いています。その後ろにアルセア・プーガー、内からはインターモバリズ、その外からジオポンティ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。内からはグッドリーウッド、その外にハーモニアス、内からはユーラシアンナックル、その隣にリアウィンストン、しんがりからステートリービクター。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。3番ドライクラナック、レースを引っ張ります。ピンクの帽子リトルマイク、
その後ろ、そして大きく離れてアルセア・クーガー、この位置です。好位置をキープしています。アマノイーナ・バウアー、ネクストドラマ、すぐ後ろ、その外にジオポンティ並んで4番アフターザ・ジョン・ティーラ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ3番ドライクラナック、リトルマイク、ほとんど差がありません。間を挟んでアルセア・プーガー、3番手アマノイーナ・バウアー、まだ動きません。後続も追い上げていきます。山は仕掛けていった。リトルマイク、その隣からはドライクラナック、アマノイーナ・バウアー、後位を追走。しかし最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。残り 200m を通過して、ここで先頭変わってジオポンティがやっぱり強い、壁は厚かった。ジオポンティ先頭だ。ジオポンティ1着、2着はアマノイーナ・バウアー、3着にドライクラナック、勝ったのはジオポンティ、見事な勝利です。さあ、清流ステークスです。クラブは凱旋ユニクロ、3番人気、1番人気、カラフルデイズとなっております。ダイジェストいきましょう。東京3歳オープン特別清流ステークス、ダート 1600m です。さあいよいよ直線の攻防、 LW 先頭、内からインカースマーチ、ここで先頭変わりました。先頭はインカースマーチ、外から勢いよくグレープブランデー、先頭、残り 200m を通過して後続を引き離すグレープブランデー、足色は衰えません。2番手はカラフルデイズ、グレープブランデー、強い強いグレープブランデー、圧勝ゴールイン。2着はカラフルデイズ、3着にエイシントロメオ、これは桁外れの強さだ、グレープブランデー。あらららら、凱旋ユニクロ大敗してしまいましたね。そしてビクトリアマイルです。1番人気はブラックキャビアとなっております。以下天の花盛り、天のラキスタですが、ブラックキャビアグリグリですね。さあ、ブラックキャビア以外戦法を変えることができます。花盛り差しで行ってみましょう。ではレースです。東京競馬場、牝馬限定芝 1600m G1 ビクトリアマイル、牝馬のマイル戦が繰り広げられます。東京競馬場の芝 1600m で牝馬の意地と意地がぶつかり合います。さあ春の女王に対冠するのは果たしてどの馬か。 G1 ビクトリアマイル、いよいよ発走です。おっと、レディーアルバローザ、ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後に天野ラキスタ入ってゲートイン完了です。スタートしました天野ラキスタ、これは好スタート。おっと、ブラボーデイジー遅れてしまいました。予想通り天野ラキスタ先頭か、ヒシコマーズ競りかけていきました。ヒシコマーズ先手を取りました。内からはグランプリエンゼル、アプリコットフィズ、そのうちに続いています。好位置をキープしています。ブラックキャビア、内からはプロビナージュ、その外にブラボーデイジー、レディーアルバローザ、すぐ後ろ並んで14番天野花盛り、すぐ後ろにカップオブフェル、内からは平身リターンズ、その外からサイレントレイン、すぐ後ろにヤマトマリオ、その隣にブロードストリート。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。この辺りで先頭が変わりました。天野ラキスタ、2番手はブラックキャビア、これは絶好の手応え。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天野ラキスタ先頭、外から勢いよくブラックキャビア、ブラックキャビアが先頭に躍り出た。懸命に追いすがります。
外から天の花盛り、残り 200m、花盛りがいい。天の花盛り、追い上げてきた。天の花盛りだ。突き放します。2番手はアパパネ、天の花盛り、ゴールイン。2着はアパパネ、3着に天のロキスタ。見事に勝ちました、天の花盛り。ブラックキャビがなんと、最後直線沈みましたね。ウィニングランは天の花盛りです。花盛り初の G1。さあ、オークスの州です。また海外にも2頭出走です。ヘアステークスもありますね。さあ、オークスを展望となります。歌詞の女王を目指して2つ目の花束を。ファミルキャプチャー、そこ知れぬ実力。ヤマガール、そこ知れぬ実力。低音、自力十分。マルセリーナ、このレースも激戦になりそうです。花盛り、いや無茶でしょ。イナバウアーはまあこれでいいや。イナバウアー10勝だしな。で、花盛りはついに G1 を取ることができました。まあ、本当長かったですね。長官勝ったりとか、まあ、前線マンだったんですが、あとは高塚記念はないわ。あ、ダートも行けるんだ。でもまあここじゃないような気がします。スパーキングレディカップです。ラキスタはビクトリアマイル3着です。ちょっと疲れが心配ですね。 G1 取ってないからな。まあ
休ませて考えましょう。ブラックキャビアはどうしちゃったんだろう。本来なら距離が長いんだ、微妙に。短距離ならまあ文句なかったんですが、マイルだったからな。この辺のレース出たいよな。ロケットマン5500万は悪くないしな。ここはカレンちゃんがいるけど、登録だけしとこう。阪神カップでも負けてるし、距離延長はあんまり良くないな。最上位1500勝だ。あれ？なんか遅いような気もするが、生産者見てみると、ああなるほどな。ジョッキー見ていこう。こうなってるのか。1は吉富騎手ダントツですね。
調教師は調教師勝率すごいな、ね、菊川さん。外線が2位ですか。クラブリーディングでは1位になりましたね、安平を。さておいて、はい、ということで、今回ここまでとなります。見ていただいてありがとうございました。今回ツイッチで、配信を行いました。ぜひツイッチアカウントフォローお願いいたします。 Please my ツイッチアカウントフォロー Please。 YouTube で YouTube のアーカイブは2日後22日21時からプレミア公開で流します。 YouTube のチャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。 This live archive upload my YouTube channel 2 days after premiere live my YouTube channel チャンネル subscribed and good button please。 はい、旧 Twitter である X のアカウント、アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。TwitterX my account please follow and repost and good button please。 ウィニングポスト92021ライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。